韓国ムン大統領が TPP 参加検討と、何にも知らないみたい。韓国のムンジェイン大統領は8日、貿易の日の記念式典で演説し、環太平洋経済連携協定、TPP、の加盟も引き続き検討していくと語り、改めて加盟に意欲を示した。ムン大統領が TPP 加盟に言及するのは初めてのこと。韓国は2013年から TPP への加盟を検討してきた。ただ、当時のパク・クネ政権は中国との関係強化を優先し、2014年には中国との自由貿易協定、EFTA、で妥結。15年には中国が主導するアジアインフラ投資銀行、AIIB、に参加した。中国は米国が主導していた TPP への韓国の加盟を牽制したため、結果的に韓国は TPP に乗り損なった。韓国は11月15日、東アジアの地域的包括的経済連携、RCEP、協定に署名した。中国の存在感が強い RCEP に署名したことで、韓国は通商面で中国寄りとの印象が強まっている。ムン氏は RCEP を皮切りに、今年中にはインドネシア、イスラエルとのEFTAを終え、インド、フィリピン、カンボジア、ウズベキスタンとのEFTA交渉も加速させる。中国、ロシアと進めるサービス投資のEFTA交渉を通じ、韓流コンテンツの輸出と知的財産権保護を拡大すると語った。また、ブラジル、アルゼンチン、メキシコなどとも交渉を加速させ、巨大な中南米の市場にも接近するとの意欲も示した。頭のてっぺんから湯気が出るほど意気健康だ。ムン氏はご存じないのだろうか。TPP 協定交渉への参加には、すでに交渉に参加している11カ国のすべてからの合意が必要なのだ。韓国は TPP に加盟しているいくつかの国で外交儀礼を失するような行動をとっている。ニュージーランド韓国大使館の外交官による現地職員へのセクハラ疑惑をうやむやにした例がある。紳士的な民主主義国でなければ参加各国から合意を得られまい。韓国がやむなく取ったとはいえ、中国との深い関係も TPP 加盟各国には懸念材料だろう。東洋学園大学桜田淳国際政治学教授は、TPP に関して議論されるべきは、まずは米国の復帰と英国の加入であり、次にはフランスと台湾の加入である。中国と韓国の話は、多分に後回しである。RCEPであれ TPP であれ、経済連携の枠組みはどれでも同じというわけにはいかないと言っている。その通りだと思う。ムン氏はじっくり胸に手を当てて考えよう。お聞きいただき感謝申し上げます。